シディさん、美容院行ってきたの気づくかな。陽明、なんか今日雰囲気違うな。気づいてくれた。ちょっとだけ前髪切ってもらいました。そうか、よく似合ってるぞ。ああ、重たい。大変だろう、俺が持とう。ありがとう。無理するな、怪我したら大変だ。うん。イサ、今日いつもと雰囲気違うよな。わかる？ちょっとだけ髪型変えてみたの。マジか、寝癖かと思ったわ。こいつデリカシーなさすぎ。もういい。え、何キレてんだよ。俺がイケメンじゃないからか。